Only this time we can speak Japanese ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ストーリーシェア、来たのが9月の初め、2ヶ月半。ストーリーシェア知ったきっかけ？タイで一人の男性に出会いまして一人のその男性がたまたまここの卒業生で、英語を勉強したいと思ってるっていう風に私らが伝えたら、すごいここの学校を勧められて、いや全然英語喋れないんで、必要だねって話をしてたけど、特にお互い勉強することもなく、なんかその出発の日が来てしまって、で出発してみて、まあ多分英語なくてもジェスチャーと笑顔でなんとか乗り越えてきたんですけど、現地の人と喋ったりとか、コミュニケーション取りたいなっていう話になって、多分タイミングよくガミさんに会ってフィリピンに行こうっていう話になったって感じですか。理解できてた？みんなができてない？僕は結構マジかと思ってましたねこれはやっていけるのかなって本当に、どちらかというと日本語講師の方が良かった。いや日本語講師が良かったというか、どうせやるならそっちの方が効果的は効果的だなと思ってたんですけど、門をくぐるのがちょっとこの門めっちゃ怖かったです。怖かった？どんな感じで怖かった？今まで経験したことのない宇宙に行った学校に入学するよりも、何か新しいことを始めるよりも、何よりも一番怖かった。入ってみてどうでした？どれくらいで慣れましたか？もう1ヶ月半ぐらいしないと慣れなかった。それまではじゃあもうどうだったんですか？行きました。泣いた？いやいや、英語付けがね、泣きますね、はい、学生、友達っていうんですかね、仲間同士とか先生とは、初めはやっぱ表面上ですごい明るく振る舞おうとかで行動して、で部屋に帰った時に、やっぱりその疲れとか、ストレスとかはポロッと、ですごいメンタルの部分ってすごい日本語でも伝えるの難しいのに、それを英語で伝えることが難しいから、伝えるのをやめた時期があったんですよ。あんま良くない、お互い多分無口になって、そう、ちょっとなんか、距離が離れた時期があったと。それはまずいですねまさかのフィリピン離婚そういう感じじゃないじゃないかな、一番理解し合いたい人と理解し合えない、そして自分が伝えたいことを理解してもらえてるかがわからないっていうので、すごい葛藤がありました。確かに。あ、僕はもう英語ですね、英語講師。あ、それはね、理由は、あ、っていうのも留学しようと決めて、その調べたところがストーリーシェアだけだったんで、でもなだから英語講師か日本語講師しかなくて、でどうせやるなら英語講師って話になって、また最初1ヶ月だけ考えてて、で、まあ、結局2ヶ月半になったんですけど、1ヶ月で英語が満足に喋れる結果になることはないなって、なんか自分の中で。きっともう1回入学するなら多分 EOP を選ぶかなって思って。泣いたのに、はい、その心は。でも泣くのもきっと意味があると、あ、はい。女は泣いて強くなる。そうなんですよ、泣いたらもう終わりなんですじゃあそういう時は男性はそっと見守っとけばいいんですか？いや、見守ってちゃダメ。あ、ダメダメなの？一番悪いのは放っておくことですね。あ、本当？ Are you alright? とかですか？最悪です正直泣いてる時ってめんどくさいじゃないですか初めて日本語喋れれば、なんかこうお互いにコミュニケーションが取り合いますけど、満足に喋れないし、満足に聞き取れなくて、でそれでまたさらに喧嘩になるっていうパターンだったんで、女の私からすると、まあ、結局そのなんか時間が経って自分の中で解決できれば、多分女の人って結構スッキリするパターンが結構あると思う。まずいてないだからまあほっといても喋りかけても解決できないときはできない。え、じゃあどうすればいいんだっけ？そう、わかんない、わかんない。いつぐらいから、あ、自分伸びてきたかなみたいな感覚みたいな、自分には聞き取る能力がないんじゃないかとか、話す能力がないんじゃないかとか、すごい考えて、そう考えてるときは勉強何も身につかないんですよ。でもなんかすごい考えて結局やるしかないっていう状況に気づいたときにまた頑張ろうって思って、でも頑張ってもやっぱり聞き取れない、喋れないってなった時にまた落ちて、なんかこんな感じで、それ繰り返して、はい、今も思いますか？思いますね、
でも私がすごい一番感じたのは EOP に行って、うん、喋れる生徒のみんなもものすごい努力してるじゃないですか、うん、それを目の前で感じて、すごい私も朝早く起きてめっちゃで勉強してるし、うん、なんか喉枯らしながらめっちゃ発音練習してるし、うん、そういうのを見てるときっと日本で出会ってたら見ることのできない光景を見ることができて、うん、英語を話せる日本人すべての人はものすごい努力をしたんやなって感じたんです。あ、センスじゃない能力じゃないってすごい感じました。それを感じた最近は、うん、これからも努力したいって、うん、英語に対して前向きに考えられるようになりました。美しい方ですね。ポロリと来ますよね。ポロリと来てますよ、ね、ポロリさん。頑張ってるもんね、彼女とかもね。いやちろちゃんも。いや、なんか宿題に追われて部屋で勉強したくないから外で勉強してるだけで、別に集中できてないし、だらだら長い時間やってるだけで、それを見てみんな頑張ってるねって言ってくれるだけで、別に。やる気が起きる。やる気がいけないみたいな。すごい刺激に、やる気はないもん。やんなきゃ怒られるし。でも傍から見てもむっちゃ頑張ってあるから、こっち側もらんとあかんかなっていう気持ちで、留学入学式が終わってカウンセリングっていうかやったんだけど、うん、何時間勉強するってみんなに聞いたのね。でみんな3時間とか4時間とかあったんだけど、彼女は1時間ですみたいな、なんか1時間じゃ悪いんですかみたいな感じで、ね、みんなだって3時間4時間とか言って、嘘でしょ私全然勉強しなかったんで今までの人生で、うん、嘘でしょって思って、だけど宿題終わんないし復習予習終わんないし、気づいたらそのくらい勉強すごいやってるよね。気づいたらやってるよね。今何時間くらいやってるんですか。わかんない。基本的に安くに沿ってる。店はもちろんなんですけど、その周りの生徒の人がなんか普通に喋ってる時もいろいろ教えてくれるし、発音とかも普通の日常会話の時になんか、あ、こうだよとか教えてくれるし、うん、その勉強してる姿とかも、うん、全部、うん、先生な感じだった。そのズンバをその踊れる環境にあるっていうことはすごい私の中ですごい嬉しい、うんうん、幸せな環境、うん、日本にあんまないじゃないですか。応援で踊れる人も踊れない人も関係なくみんなで楽しく踊ろうよっていう環境、うん、日本人ってどうしてもできないから踊れないって、踊れないからやらないっていう。そんなにいいいいですね。いいですいいですいいですね。え、行ったことある。あのね、生徒の写真撮りに行った。それみんな言うんだよ、男も言うんだよね、うん、だって関係ないですもん、できるとかできないとか。ストーリーシェアで経験して、まあ悪かったことでもいいですよ。なんか虫良かったですか。ゴキブリが辛かったですね。ゴキブリ出た、うん、出たなんてもんじゃないよ。あ、ゴキブリ部屋に出る人出ました。出てます。部屋は出ないです。部屋出ました。出ます出ました。僕の部屋出ないですけどね。でも隣、うん、隣これひょっとしてさ、部屋にお菓子とか置いてない。お菓子、いや、食べ物は置いてあります。それですよ。ああ。未開封。一回も見たことないですもん、僕。私の冷蔵庫に入れてる。果物とかは。うん、あ、だ、あ、出てる、出てない。出てない。出てない。これです。ページで、うん、こういったシェアのやつ見たことがあって、うん、日本語講師の方が言ってたんですけど、うん、もちろん英語を勉強できる環境が良かった。出会った人が、うん、多分その方は松井ファミリーに出会ってた方、そういう出会いが、うん、めちゃくちゃ面白かったって話をしてて、うんうん、ああ、なんか日本語講者もいいなっていうのは僕はちょっと思って、英語だと僕たちはちょっと満足にこうコミュニケーション取る、うんうんうん、なんかもっとこうコミュニケーション取りたかったなっていうのは、うんうんうん、じゃあそういう思いがありながらも、はい、もう一回過去に戻るとしたら英語付け選ぶんですか。あ、やっぱりもう一番の目的としてはその、うん、僕は英語を好きになるきっかけに、信頼関係を結んだ者勝ちだなって。具体例を挙げると、そのナイトクラスがすごいもう一番好きなんで、授業がどうこうとかじゃなくて、はい、何を言っても許してもらえる、何を間違っても大丈夫って思えるようになったからという。
すごい話すのが楽しくなりましたね。すごいいろんなその英語喋れる友達がすごいいろいろその心配してくれてメッセージを結構くれて、メッセージに共通しているのが、うん、その勉強とか云々よりもとりあえず喋ることが一番大事っていう、うん、あ、ナイトクラス、ナイトクラスでこうリスニングでなんか絶対違う料理ぶっ込むから絶対違うからこっちも私の本当に違うだろうなって思いながらぶっ込めるしでもなんかすごいいい関係が築けてるんですよね。やっぱ英語じゃないですか。ぶっこみ関係。学校にこの英語講師を体験したことがない人に伝えたいのは、なんか日本語講師じゃないと、日本語じゃないと深い関係になれないと思っている方もいて、語学ができるできないとかじゃなくて、やっぱそのさっき大地が言ったけど、頑張ってる人がいるから頑張れるっていうか、そういうと、あとはその間違えてんだけどどんどん発表する行動を見てるとか、そこでなんか僕は言語よりも深いものが、関係が成立していくと思うんですよね。あのサイクルラーニングメソッド、うちのメインですけど、これ受けてみてなんかどうでした、感じた？あ、理解するまでにすごい時間かかりましたね。初め知る嫌いでしたね。来たこれ嫌いでした。すごい教科書見づらいじゃないですか。見づらい私はその聞き取れなかったので、うんうん、先生が何を求めてるのかが分からなくて、うんうん、そういうのがもう混ざり合わさってもう本当に嫌いでしたね、うん、はい。で逆にその SBS はその教科書読んで、うんうん、なんか単純っていうかその単純作業というかそのじゃないですか、うんうん、だからその最初は SBS の方が、うんうん、あの楽やったんですよ、うんうん、好きか嫌いかというよりもきっと楽やったんです、ね、うんうんうん、なんですけど、1ヶ月ぐらい過ぎてきた頃に、うん、そうですね、やっと理解できたんですよ何をしてるのかが俺やったじゃんオリエンテーションあ、でもあれあのオリエンテーションちょっとよく、うん、今は何をしてるのかちょっとよく理解してなかったと思うんですよ、うんうん、でやっとその1ヶ月ぐらい経って理解できた時に初めて予習を始めたんですよ。それでやっとそのサイクルを掴んで、あ、そういうことかと思いましたね。どういうことランニングしたんだ。ランニングしました。ちょっとストーリーシェア来てない人のためにちょっとそこ具体的に、サイクルが来ましたとか私がその CL を今その SBS よりも CL の方になんかすごいあの重要性を感じるなって思ったのが、きっと自分で作れるからやなって思いました、うん、文章を作れるから。例えば SBS はすごい決められた文章を何度も何度も繰り返して、うんうん、でもそれは多分外に出かけた時とか、うん、なんかいろんな場面で役には立つからすごい重要、うん、重要、そういう面では重要、うんうん、でも逆に CL は自分でその自分の興味があることを先生にあの質問文を作れて、うんうん、自分が作りたい文章を先生が助けてくれて作って自分のものにできるっていう、その自分のものにできるっていうのがすごいいいフレーズでした使ってください。僕も今聞いて一緒ですね。 SBS が最初の頃が楽しかったですね、うん、テンポよく先生とこうやり取りができてたんで、うんうん、CL の頃最初の頃は結構沈黙の、うん、じゃあ次あのスイッチって言われて、うん、あのクエスチョン作ってくれって言われて、えと思ってちょっと待ってくださいねみたいな感じの時間がなくなった、うん、感じてますよね、感じますよ。その二人すごいだからそのこうその沈黙の時間が徐々に徐々にこうあの短くなっていって、テンポよくこう先生と会話ができるようになって、で、まあ、亮が言ったように自分が聞きたいこととか多分今度どっかで使えそうだなみたいな、さらに先生も多分その生徒に合わせて、例えば、うん、僕がサッカー好きだったらサッカーのことを質問してきてくれたりとか、旅が好きだから旅のことを質問してきてくれたりとか、同じように CL の方がなんかこう楽しいというか好きですね。なんかあのサイクル感じたことありますか？うん、それは常々というか最近ですね、リンクしてるっていうのはもうあの SBS と CL がリンクしてるっていうのはあの、ま、話も聞いてたし、あの、ま、自分で感じることもあったんですけど、 CL は最近になって
リョウとやってる、ボキャブラリーのクラスとか、ナイトクラスで先生が言ってくれたやつとかが時々出てくるっていうのが僕の中ではあって、ああボキャブラリーがもともと少ないからこそ、知ってるのが出てきた時に答えれるっていうのと、嬉しさがあるの。ナンセーション、プランセーションどうでした？難しい、IPA シンボルっていうもの自体は、まあ中学生の時にも見てたんですけど、これは何を示したのかよく分からなかったので、あ、これがそういう意味なのかっていうのを知りましたね。それをしてからなんかだんだんあのナイトクラスのリスニングが聞けるようになった感覚がつかめた感じがしました。私は世界にはこんなにも多くの 音っていうかサウンドがあるのかっていうのをすごく感じましたね。日本ってないこんなにも少ないんですよ ね、そうなんです。未だになんかすごい似てるやつあるじゃないですか、聞けないんですよね、でも現地の人は聞けるじゃないですか、なんかすごいそこにちょっと感動しました。でもなんか最初には何もその違いが分からなかった R と L のサウンドが今では全然違うように聞こえてるので、分かんないですよ、なんか10やら10やらなんかあるじゃないですか、なんかあの辺はちょっと本当に分かってないんですけど、でもその何ですか、なんか初め分からなかったことが今分かれるようになってるっていうこの事実があるから、この今じゃあやら10やら分からへんこともきっと練習したらできるようになるんだろうな。そうそうそう、本当そうなりますよ、歌とか今聞いてても分かんないでしょ。分かんないですね。それがある時クリアに聞けるようになりますね。一緒に参加させてもらってる、参加させてもらってますけど、明らかにあれですよ、ものすごいこうレベルが上がっていくのを傍からこう見て、わかります、皆さん、わかります、わかります、わかります。で、さっきの話なんですけど、多分ここの教育のシステム、特に CL とかって日本人が苦手なところを克服するような感じで作られてるような気がするんですよ。っていうことは初めにむちゃくちゃしんどいはずなんですよ。だからそれの裏返しなんだなっていうような感じがあって、でそれを突破すればなんかね、すごいことになるのかなと。で、僕もちょっと前ね、日本あの英語とかちょっと勉強したりとか本屋行っていろいろと見てたんですけど、全然これよく分かんないところがここに来たら、あ、それを自分詳しくやってくると。で、さっきの言うような発音とか日本の本じゃほとんどやね、あんまりやってない、ナイクッドクラスのリンキングリエゾンですよねとかってほとんど解説してないし、10年20年前なんて全くなかった話ですし、でCL メソッドにしても、あ、このセンス使い、このフレーズ使いたかったけど、そうや、これ練習しといたら役に立ったのになみたいなのがやっぱ出てきて、それっていうのはあんまり日本のね、今まで慣れてないものがいっぱい出てくるんで、やっぱそういうようなもんかな。例えばアート、単純にアートかザーとかの違いにしても、学校教育でどこまでやるのかっていうと、やっぱりそこまでやらないし、一回間違ったらもう一回やれ、何回もやれみたいな感じでやると、さすがに初めはもうイラッとくるし、俺大丈夫かなと思うんですけど、やっぱそれって一番重要なことだし、ね、あのご飯どうでした？ご飯もう最高でした。最高でした。太一くんは、はい、ご飯はいつも帰させてもらってました。マギオどう、なんかフィリピン来る前のイメージと来た後のイメージで違うこととかありました？フィリピンはすごい怖いイメージだと思ってたんですね、マニラですごいなんか被害に遭った人とすごい話を聞いてたので、すごいマニラを恐れ、そのフィリピンをちょっと恐れてたんです、マギオに来てもうなんかその恐れることを忘れてましたね。そのぐらい安全というか人がいいというか、標高が高い分空気がきれいなのと、なんですか、涼しい、その気候的にすごい過ごしやすかったのが良かったですね。ここが快適すぎてちょっと怖いですね。ご飯が美味しいし、そのあったかいシャワーが出るし、その、まあ、涼しいし、なんか快適でしたね、僕は。先生について何かありますか？まあ、英語を使う人っていうのはなんかこんなに明るいのかっていうのを、休み時間とかも先生いつもみんな笑ってるし、なんか英語ってすごいなって思いました。だからこれが英語を使ってる人はみんなそうなのかなっていうのが分かんないですけど、フィリピンの人が明るいのか、それともここの先生が英語を好きになるきっかけは多分
先生かなと思います。何ですか、笑いの域地が低いというか日本人の中でそれをしてもきっと笑いが起こらないっていうこともすごい笑いに起こる。普通に話してることもすごい笑ってくれる時とかもすごいあって、それがなんかすごいテンションが上がるというか。地元の人は来るべきじゃないよねすごい勘違いしてる。心のゆとりってすごい大事だなって、うん、やっぱ最初もどうしてもゆとりを持てないんですよね。だって一時期すごい怖かったもん、ゆうちゃん。きっと、うん、誰とも話したくなかったんだと思います、うん、俺嫌われてるのかなと思って誰とも喋ろうとしない、うんうん、まあ、元々の性格を僕は知ってるんで、うん、話しかけるなオーラを、まあ、僕に対しても出してきてたんで。マイナス思考なんですよね。なんか、うん、なんで負のスパイラルに陥る時があるんですよ。うまく答えられないかったらすごい嫌な思いをさせるんじゃないかなとか、そのマイナスの思考がすごい働く時は結構ある、まあ、フィードバックお願いします。あ、私から、はい、恒例の最初4週間一緒にいたんだよ確か。で、私が5週間日本に帰って今1週間一緒にいるって感じだけど、なんかその本当に帰ってきて2人が英語喋れててすっごいびっくりしましたなんか私はその5週間日本でバイトに明け暮れている間に2人がすごい伸びて今やばいなって私がそう離れていた分、多分ミオさんとか先生たちよりも2人がすごい伸びてるなっていうのがすっごいわかる。これ慶応大学から来ましたよ私は2人と部屋が隣で、何ですかね、2人ともすごい優しくて、寮はいつも明るいし、大地はいつもなんか本当に日本語喋んなくても穏やかだなっていうのがすごい伝わってきて、なんかだから最初寮が全然喋んなかったっていうのが全然分かんなくて面白いね。私は実は実はあのバギョに来る前からあの2人のことを知ってたんです。なんでそうかみたいで気持ち悪いんですけど、うん、インスタグラム私使ってて、うん、で、ある日あの友達とご飯食べに行った時に友達も「えバギョってどんなとこ?」ってなって、でインスタグラムってあの検索できるじゃないですか。その中に2人がいて大地 の, あのインスタグラムだったんです。でそこに夫婦で世界一周って書いてあって、うん、友達すごくないみたいなしてたんですよ。話題になってますよで学校来た時にりょうちゃんと会って、私なんかこの子見たことあるですけど、今ちょっと絵とか勉強してて、で絵描きとかよく会う時あって、うん、で時々それなりにすごい一層とか合うんですけど、うん、あのファインアートのようわからん世界でもみんな言われるのがやっぱ努力やでって言われて、絵のわからん世界で努力してるんやったら英語みたいにわかる世界やったら努力せんとあかんなっていうのはしみじみ考えながらも、でこういう世界に行ってたらみんな朝から晩までずっと勉強してて、で実際にこうやって伸びていってると、やっぱそういう環境っていうのはね、やっぱすごい貴重やなっていう。すごいと思います。今日も飛行機予約まだしてないみたいなでそういう時に限ってネットが繋がらないストーリーシェアに何も考えないでやったって、まあ、最初に言われたじゃないですか。それってだからすごくこのビデオをまあ見る方とかにもなんかいい影響を与える。いやでも2人はすごい伸びましたね。普通4時間授業だったら伸びが遅いじゃないですか。6時間の人より絶対に6時間よりも7時間も、それなのにもうそれ以上ぐらいに伸びてるのが、ああきっと思ってる、なんだろう、見た目以上にすっごい努力してんだなって思って。じゃあ見た目はやってない見た目やってるけど世界遺産とかにあんまり興味ないっていうところですね。そう、シェムリアップまで行ってアンコールワットに行かなかったそうなんですよ。ちょっとかっこいいと思う。あ、来た。どうやってルートを決めてるんですか。2人多分今回も決めれてなくて、結局あの適当に買ったんですけど、適当なんでその何があるのって言われたらわからないんです予算どれぐらいなんですか。なんか100万円が予算ですとかあると思うんですけど、 1年で1人100万円の計算やったんですけど、うん、まあなんせそのストーリーシェアに2ヶ月半いたもので、そのちょっと予算がオーバー しそうなので働いたりとか、まあ、でもここに来たから働こうって思えるようになったので、うん、それでかいですね。そうですね。
なのでちょっと予算的にはその1人1年に100万円っていう予算なんですけど、まあちょっと変わるだろうなっていうと、ここで出会った人たちってなんかどこかでまた出会えるっていうか、その日本だけじゃない海外でまた出会いたいなっていう、まあ、割とストーリーシェア生徒海外に散らばってるらしいんで、また卒業生と会うかもしれないですね。オーストラリアで僕よく会いましたよ。あ、もう終わっちゃった。続けなきゃいけない。とりあえずオーストラリアでストーリーシェアの卒業生によく会いましたよ。うんですよ。私もカナダで会いました。あったカナダで一緒にシェアしてた子がここの卒業生で、で次海外行くんであれば絶対ここに留学に来てから旅立った方がいいよっていうアドバイスをもらって、じゃあ旅人の間でちょっと謎に噂になってる感じが、へなんかちょっとした旅人に会ってどこで英語勉強したのストーリーシェアって言ったら、え、あのなんか聞いたことあるわ謎の宗教的に使って使いのちょっと言いたくなるような感じかもしれないし、実際伸びるじゃないですか、うちの学校だと。あ、実際伸びるね。で、あの英語できる人にみんな聞くんですよね。どこで勉強したのって。で、ストーリーシェアって答えるから、確率的に人数以上にストーリーシェアが旅人の間で有名になるのかなってゲスしてます。ここに来てよかったし、正解だったなって思いますね。最後なんかフィリピン留学考えてる人に対してアドバイスみたいなのありますか？どれだけ英語ができなくても、理解できなくても、何をしてるのかが分からなくても、なんとかなる。まあ英語は勉強できるのはもちろんなんですけど、そのまあ海外に来るっていうことが、なんか違いを知れるというか、そういった意味で、英語はもちろんプラスアルファが あるし、おすすめしますね、はい。どんな人におすすめしたいとかありますか、ちなみに。なんかできないできないって思って生きてる人多分いると思うんですよね、うんうん、そういうのところ、そういう自分が嫌いだと思ってる人いると思う。人たちに経験してもらいたい。ストーリーシェアのこの空間にいると、うん、みんながすごいので、うん、自分ができてないんじゃないかって、その自分の努力が足りないんじゃないかってすごい思うんですけど、でもその一歩外れたところから見ると、その英語を勉強しようと思ってるとか、その海外に出てストーリーシェアって、その EOP っていう規則の中で頑張ってること自体がすごいすごい、なんかすごいことなんやますね。そういうところがなんかすごいなんか伝えたいところ。なんか やりたくても一歩踏み出せない人とか、やっぱりこういう経験をするとなんか未来がもうガラッと変わる、考え方とかもすごい何でも挑戦できるようになるんじゃないかなって。学生ですかね。学生というか、まあ、今ゆうきくん中学生で来てますけど、僕もあのぐらいの頃で来てたら、なんかまた違ったのかなとかって思いますね。来れる環境にいる人がいたら、なんか来てみたらいいんじゃないかなと思います。で、来てみて違ったらまた違ったで、ストーリーシェア。